はい、おはようございます皆さん、私、科学技術振興機構のバイオサイエンスデータベースセンターとこの下に書いてあると思うんです。そこから来ましたミノアと言います。科学技術振興機構のこのバイオサイエンスデータベースセンターでは、まあ、データベース、生命科学のデータベースに関するさまざまな活動をしておりますので、まあ、全般的に私たちが提供しているサービスなんかについて最初の私のパートでお話ししますが、いろいろな関係で、個別のいろんなデータベースサービスをやられている先生がこの後いろいろそのご専門のデータベースについていろいろお話しいただくという内容になっています。では早速講習の中身に入っていきたいと思います。ですね、こんな目次でやっていきます。それでちょっと注意事項がいくつか講習の中あります。私たちこの講習の内容を今後ろでカメラ撮ってるの分かると思うんですけど撮らせていただいてます。後からですねやはりウェブ上で見られるようにしておくと、まあ、今日受けていただいた方にも後から復習もできるだろうし、それから、まあ、こんな講習の内容があったよってことをお友達に知らせていただいたり、まあ、全然知らない人がネット上で検索してみたり、いろんな使い方ができるので、まあ、有用なので、私たちこういった講習については必ず録画して、もうパートごとに分けてアップするということをやっています。それから、もう一つはですね、今から講習の中身で一応基本的にハンズオンでいろいろ皆さんに、インターネットに今接続していただいていろいろやっていただくことになっているんですけれども、今この京大さんのウェブロームとかを使ってアクセスしていると思います。それでですね全員でいっぺんにある一つのサービスにドッと行くとですね、まあ、そのサービスの方がちょっと耐えきれなくてしばらく休んじゃった状態になることとかあります。ハンガップするようなこともあります。そういう時にですね何度も何度もクリックしないでください。クリックするとそれだけ余計に負荷をかけることになりますので、クリックして一旦クリックしたらちょっとしばらく待っていただいて、まあ、ちょっとおおらかな気持ちでしばらく様子を見ていただくということをお願いしたいと思います。もう最悪の場合ですね、ある一つのサイトにバーって例えば兄弟のこのアカウントからずっと IP からずっと攻撃がいってるような雰囲気になされる場合もありますので、そういったことになったらちょっと京大さんの方にご迷惑をかけてしまいますから、ぜひそれだけは守っていただきたいとゆったりとした気持ちで講習をやっていただければと思います。できればちょっとタイミングなんかも外していただけると非常にありがたいと思いますのでよろしくお願いします。それからちょっとここ資料に書いてないんですけれども、もし今日明日にですね当日になって何かちょっと急に来れなくなったとかいろんな当日の連絡があった場合は先ほどの講習会のページにも書いてあったんですけれども、それから多分先ほどメールもお届けしたと思うんですけれども、直接科学技術振興機構の方の電話、東京の電話なんですけど、そちらにちょっと連絡を入れるようにお願いします。ちょっとこちらところに連絡を入れていただいても私たちのところなかなか来ないので、できればGST の方にちょっと連絡いただくように電話番号赤く書いてありますので、もし万が一何かあったらそちらでお願いします。さて、講習会の資料の置き場ということで先ほど開けていました講習会のページ、これ NBDC AJAX 京都2と検索していただければいけますけれども、そこで、プログラムの講習資料はこちらというサイトをクリックしていただくと見えます。これちょっと開けておいていただきたいので今ちょっと皆さんアクセスしてもらっていいですか。 NBDC AJAX 京都2で検索していただいて、先ほどちょっと私がお見せしていたこのサイトに行くと思うんですけれども、このサイトが見られると思うんですけれども、これのこの講習会資料はこちらってこのリンクありますよね。これちょっと開けておいていただきたいんです。そうすると今日の講習会の資料ですね、基本的に全部プリントでお配りをしてるんですけれども、ここにも全部リンク貼ってあります。 PDF でリンク貼ってあります。それから、必要なちょっとリンクなんかもちょっと貼ってあったりはしますので、この辺りここをちょっとずっと講習会の間開けといてください。別のところ開けるときは別タブとか別ウィンドウとかということで開けていただければと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、ではじゃあ講習の中身に行きましょう。今講習を始める前にということで終わりまして、次2番目にまずその科学技術振興機構と NBDC がデータ共有の取り組みについてということでご紹介したいと思います。ちょっと立ったり座ったりあれなんで私座りますね。見えなくなるかもしれないけど座ります。
で、お配りしたあのパンフレット、カラフルなパンフレットの裏にも書いてあるんですけれども、まあ、NBDC というところはライフサイエンス分野のデータベース統合を目的としてこう事業を行っているんですけれども、その事業自体はですね、結構前からもう2000年の頃からこういうあの年表が書けるようなぐらいですね、取り組みが行われています。一番初めに、まあ、あの文科省系のいろんな、公的な部会でもってゲノム情報科学におけるワン国の戦略についてというところから始まりまして、まあ、データベースをちゃんとあの整備して皆さんが使えるようにしていかなきゃいけないねということで、いくつかの、まあ、報告書が出たり、それからいろんなプロジェクトが始まったりということで、2011年の4月に、NBDC というセンターが設置されました。で、まあ、あの皆さんあの論文とか書かれたことあるからあのそういうのお分かりだと思いますけれども、まあ、あの科学においてはですね、データを共有するということはこう本来そういうものであるということがもうなんか前提となっていると思うんですね。で、それはどういう理由かというと、まあ、あの科学のその結果の再現性ですね、その真理かどうかをあの確認するためには、そういったふうにデータをちゃんと第三者と共有していただくとわからないということとかですね、あとデータそのものが間違っていないかということ、データの取り方とかもちゃんと含めて書いてあればちゃんと透明性があるということで、そういうことをあのちゃんとすることが科学の世界では必要であるということが言われています。またそういうデータがあの再利用もできるということで、新しい観点からの解析とか、まあ、それをきっかけに共同研究が始まったりというようなこともありますし、まあ、そもそも結構あの多くの時間と費用をかけて、取ったデータなんかは特にですね、時間や費用の節約にもなりますので、まあ、再利用のためにも公開していきましょうという流れに今なっています。それから、まあ、新たな大きなデータとか出てきます。大量データのマイニングなんていうのは昔は全然必要じゃなかったわけで、最近になってまあどん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 データが大量化していくことで、そういったものを解析するための新しい技術を開発するために、やっぱりそういう元のデータがないといけないということで、こういった目的から、科学の世界では本来データを第三者と共有するというような流れになっています。でもう一つですね、これはよく欧米で言われ方なんですけれども、市民は二度税金を払わないということがあります。それはどういうことかというと、基本的に、まあ、あの国公立の大学とかですね、そういったところで、作成されたあの取られたデータっていうのはもともと公的資金を投じたものであるわけなので、それを使うときにそれは全て、市民にはフリーにオープンになっているべきだという考え方で、そういう意味で市民は二度税金を払わないという言われ方がされています。まあ、といったことから結果ですね、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有へという流れが、今世界的にあります。で、その一つ の流れなんですけど、あ、ちょっとなんか上のあれがあれですけど、上にちょっとかぶってますけど、皆さん資料で見られると思います。まあ、国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会というのが、内閣府で日本の中で開かれておりました。それはどうしてかっていうと、ここに書いてあります、2013年の6月に G8 の科学大臣会合があります。なんかあまりね、あの普通その政治的な話だったら特に関係ないのかと思っていたが、実は科学大臣会合のところで論文のオープンアクセスっていうのを聞いたことあるかと思いますけど、それに加えて研究データをちゃんとオープン化していきましょうということ、それを G8 の中で一緒にやっていきますよということが謳われてるんですね。で、それで世界的な議論が加速されまして、まあ、それを受けて日本も G8 の中の一メンバーですから、ちゃんとそれに対して対応しなきゃいけないということで、2014年の12月から、まあ、その年度内にパパパパッとちょっと会合が開かれたわけなんですけれども、ここに国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会というものが何回か開かれまして、それで報告書が出されました。で、その中に、書かれている、まあ、定義なんですけれども、公的研究資金を用いた研究成果、論文はもちろんのこと、それから生成された研究データそのものについて、で、科学界はもとより産業界および社会一般から広く容易なアクセス利用を可能にし、知の創出に新たな道を開くとともに、効果的に科学技術研究を推進することで、イノベーションの創出につなげることを目指す新たなサイエンス、それがオープンサイエンスであるというような定義がされまして、これに向けて各省で具体的な動きをやっていきましょうということが言われました。まあ、その前から、まあ、もちろん科学技術振興機構はそのいろんなものを、いろんなデータベースを公開するとかそういった活動をやっていたんですけど、まあ、これも一つの後押しとなりまして活動をしているわけです。で、 JST と NBDC のご紹介なんですが、まあ、科学技術振興機構は聞いたことない人いない
いない、あ、よかった。技術振興局なんですけど、あ、まあ、ちょっとずつ変わってるんですけど、いくつかの大きな目標を立てて活動をしております。で、現在の目標はこの3つ、1ポツ、2ポツ、3ポツなんですけれども、3ポツ目の科学技術イノベーションの基盤を作るというところの科学技術情報知識インフラの構築、ちょっと下噛みそうですが、そこのところが私たちがやっているミッションの、目標といいますか、そういった目的になります。で、バイオサイエンスデータベースセンターにつきましては、そういった JST の中の一つのセンターなんですけれども、2011年の4月に設立されていて、そのミッションとしてはもう生命科学分野のデータベースをとにかく使いやすくしましょうと、そういったことのためにいろんなことをしましょうということになっています。それで、データベース研究開発戦略の立案というのは、データベースそのものについてどういったデータベースを作っていけばいいかというようなことを立案するということで、プランニングなんですけれども、データベースそのものを充実するということで、今そのいろんな府省でやられているデータベースを一緒に使えるようにしようとかですね、あと基盤技術開発、データベースに関する基盤技術開発、それから生命科学といってもいろんな分野あります。いろんな生物種、いろんなモレキュール、対象がいろいろありますので、全部を一人の人がこう見て作るっていうのはなかなか難しいですから、分野ごとにデータの統合をまず進めていただいて、それをさらにその上の段階でまとめるみたいな、そういった2段階の戦略を考えてまして、そのためのファンディングプログラムというものを動かしています。で、もちろんそういったものをデータの公開とかをしているわけなんですけれども、その開発に関しては、私が所属しているそのライフサイエンス統合データベースセンターという DBCLS というところが右上に書いてありますけど、そこが基本的に基盤技術開発をやっております。どういうふうにデータベースをこうつなぎ合わせるとかできると非常に皆さんが使いやすくなるかなというようなことを主眼に、いろんな技術を開発をしております。それからファンディングプログラム、これもパンフレットの中に書いてある絵なんですけれども、こういった各分野の先生ですねに、顔がちょっと見えている各分野の先生に、それぞれの分野で例えば植物であったり、それから、タンパク質であったり糖鎖であったり、なんかそういったいろんな切り口でもって、データベースをその分野でまず統合していただくということをやっている、これがファンディングプログラムになります。で、皆さん NCBI という米国の NCBI ご存知だと思いますけど、そこはファンディングした時にファンディングしたそのプロジェクトで作られたデータベースを全部自分たちのところに持ってくるっていう基本的にやってます。それを私たち中央集中型データベースって呼んでるんですけれども、 NCBI のファンド資金のは私たちが使える資金に比べたらもう桁違いなので、そういうことができますが、私たちはなかなかそこまではできません。なのでこういった先生方にまとめていただいたデータベースを、インターネット上でこうつなぐような技術を DBCLS が開発して、それで、連邦型の統合データベースというのを作ろうということを目指してやっているという、そういう活動です。それで、じゃあ次にデータの公開なんですけれども、まずそのこういった統合データベースを始めようというときに、生命科学分野のデータベースに対する要望がどんなものがあったかというと、主に集約するとこの3点になります。どんなデータベースがどこにあるのかっていうのがよくわからない、もう欲しいデータが誰かがもう作ってて公開してるんじゃないかっていうこととかですね、それから、複数のデータベースを横断的に検索できないと、だいたい自分がご自分が使われているデータベースもそこ行っていろんな検索ができると、それがデータベースごとに全く違っているというようなことが割と普通だと思うんですけれども、そうではなくて、一括でいろんなデータベースを検索できたらいいのになというような要望がありました。それからさらには、そこで公開されているそこで検索をするのではなくて、データセットそのものを自分のところに持ってきて、自分の持っている同類のデータと合わせて検索する、あるいは別の種類のデータと合わせてなんか複雑な検索をする、そういったものができないかということで、データセットそのものを使えるような環境を作ってほしいというようなことがありました。なのでこれに対して私たちのところでは、一つ目のどんな DB がというところはデータベースのカタログという形で、一つサービスを提供しています。それから二つ目についても DB の一括検索のサービスがあります。それから3番目はデータの一括ダウンロードがありますということで、これからこの後これについてちょっと一つ一つ説明しながら、ちょっとしたハンズオンで皆さんに使っていただこうかと思います。で、またちょっとその前にで申し訳ないんですけれども、データを利用する際に、いくつか、今言ったような
現状の問題点もあるんですけれども、まあその他にもデータそのものについていくつかの問題点があります。まずちょうどデータベース見たときにどんなデータが入っているのかがよく分からないということで、まあ、これは一緒に使えないということにも、の原因にもなっているんですけれども、まあ、多種多様なデータがあってデータ項目の説明がバラバラだったり何も書いてなかったりというようなことがありますので、まずデータベースそのものをですね、例えばデータフォーマットを標準化してデータの説明、これはデータに対する説明なのでメタデータという言い方をするんですけれども、そういったものを標準化していこうといった活動もしています。それからどのように使ってよいのかよくわからないということがあって、まあ、利用にされたの条件がバラバラで、まあ、そもそもどこに書いたかよくわからない。で、例えば特に民間企業の方は非常に懸念されると思うんですけど、これデータ使って何も書いてないんだけど、データ使ってもしかして後から使用料とか言われたりとか権利関係言われたりとかするんじゃないかとか、まあ、商用可能かとかそういうようなことがありますので、そういったものをちゃんと書いておいてもらわないとわからない、認知してもらわないとわからないということで、まあ、そういったものを条件をちゃんと標準として明示するというようなことの活動もしております。それからそもそも求められるデータが入っているかって、使いたいデータがないのにデータベース使えないよってことなんですけど、まあ、これはちょっとなかなか難しくてですね、例えば公的資金で作ったデータはなるべく私どもみたいなセンターのところからちゃんと公開しなさい、第三者とか公開しなさいというような、そういったこう、まあ、お約束ごとですね、プロジェクトを始めるときのお約束ごとが最近だんだん例えば文科省系ですとか厚労省系ですとかそういったところからも始まっていますので、ただこれは私たちだけの努力じゃちょっとダメで、いろんな省庁さんがそういうお考えを持ってやっていただかないといけないところなんですけども、そういったことも徐々に始まっているというところです。で、2番目のポストのところについてちょっともうちょっと詳しく説明すると、私たちのところのクリエイティブコモンズというライセンスをデータベースに対して適用することで、先ほどの、いろんな権利関係とかよく分かんないよっていうところを解消しようとしています。このクリエイティブコモンズはもともと著作権に関するライセンスなんですけれども、まあ、再利用と共有を促進する仕組み、なんか 著作者の権利をガチガチに守るというよりは、むしろみんなにどんどん使って、使うときにはこうだからということを明示するためのライセンスになっています。それで、ここに書いてありますように CC ライセンスの種類っていうのが、表示すること、作品のクレジットを表示すること、それから改変禁止、元の作品を改変しないでそのまま配るのはいいよということとか、あとは非営利というのが分かりやすいと思うんですけれども、あと継承というのは今公開されているその条件、例えば表示継承と書いてあったら次のものも、次にあなたが作ったそれを利用した作品も表示継承でやってください、そういう意味なんですね。で、これらの作品、これらの条件を組み合わせると、まあ、下で一番下のところに書いてある6つのパターンがあります。一番左側が一番緩くて表示だけしてくれればいいというもので、一番向こう側が一番きつい、一番右側が一番きついですね。元のものを変えてもらったら困るし、それから非営利だから営利目的で使用しちゃダメということで、結構まあきつい感じ。それでもちゃんと書いてあれば、じゃあこういうことだけ守ってればいいなってことが分かるためのこういったラベルになっています。それで NBDC では、このうちですね、 CC 表示継承というものと表示、それから後でこれご説明します CC0 というライセンスを適用するようにしています。CC 表示継承は、同じ条件でその後も、配っていいよということと、それから、まあ、クレジットをちゃんと表示するということですね。それからあります。それから CC 表示はクレジットをちゃんと表示さえしてくれれば何してもいいよということですね。それから、最後に CC0 というのは基本的に利用条件はありませんということを明示する、逆に明示するようなもので、これがついていれば本当に自由に利用して可能な、いいんだなということが分かるようなライセンスになっています。それで、まあ利用の自由度というところ、一番左のところをご覧いただければ分かるように、まあ、CC 表示継承でもそんなにきつくはないので、まずこれが中程度だとすると、まあ、CC0 だと非常に利用度が高いということで、まあ、これら3つのうちからどれかをデータベースにつけていただくことを推奨しています。はい、そこが2番目のお話でした。で、じゃあここから、主なサービスということとちょっとしたハンズオンに入っていきたいと思います。その前にじゃあバイオサイエンスデータベースセンターのウェブサイトへ行ってみましょう。ウェブブラウザーで NBDC と検索していただければおそらくトップに出てくると思うんですけれども、どうでしょうか。出てきますかね。多分私数日前にこの画面キャプチャー撮ってるんで同じ画面が出てるんじゃないかと思うんですけれども、
ここには、まあ、ちょっとごちゃごちゃっといろいろ書いてあってなかなか見づらいかと思うんですけども、基本的には一番左上のところですね、データベースのカタログ一括検索ダウンロードといって、これからご紹介しようと思っているサービスについてはそこに固めてあります。でその他のところ の、 サービスは後からちょっとご紹介するものもあるんですけれども、まあ先ほどのファンディングしたプログラムの先生のデータベースであったりとか、その他にいろいろ過去に JST で作られてきたいろんなツールですとか、そういったリンクがさまざま貼ってあるものです。なかなかちょっと名前とかから分かるものと分からないものといろいろあって突きにくいかもしれないんですけれども、一応グループ分けしてあるのでなんとなく分かるかもしれません。ご興味のある方、まあ、お時間のある方は後でちょっとザラザラっと見ていただけると何かお役に立つものがあるかもしれません。ではその中でまずデータベースのカタログというところに行ってみましょう。一番左上にあるところですね。でそのインテグバイオデータベースカタログと呼んでるんですが、そのちょっとカタログについて、まず概要をご説明します。国内外の生命関係のデータベースの所在情報、説明情報を提供するカタログで、1500件以上のデータベースが搭載されています。で、主な目的の一つに、日本の中で作られたもののデータベースの活用ということもありますので、国内で作られたものを割と重点的に集めるようにはしております。なので国内が1000件以上という形ですね。で、データベース の、 そのカタログを作るときに、カタログってその説明のための項目が揃っていることが重要なので、データベース名だったり、どこにある URL とかですね、あとどこが作っている、どこが運用しているものかとか、あと対象生物種が何かとか、というような説明を書いてあります。それから、データベースをキーワード検索やカテゴリーから探すことも可能です。そのための絞り込み機能とかもありますので、あとでちょっとご覧いただけると思います。それから、記述項目をダウンロード可能にしていて、このデータベース、このカタログの情報を使って何かサービスを自分で作りたいと思った方はですね、CC0 ライセンスで配布をしておりますので、どうぞご自由に使ってくださいということで公開をしているものです。で、場所は一番左上のこの、インテグバイオデータベースカタログというところをクリックしていただければ、こういった画面が出てくるかと思います。どうでしょう？出てきてますか？この画面の中にちょっとご紹介します。一番左側この辺に一覧、一番上に検索のボックスがあります。それから下のところは生物種だったりカテゴリーだったりデータの種類だったり、いくつか の、 絞り込みができるようなものになっています。プラスになっているところはクリックしていただくと、例えば動物は動物でまた中ずらーっと開くというような形でなってますので、動物でもまた細かく選択することができます。それから真ん中がデータベースの一覧で、今は、これはレコードの新しい順に多分なっていると思うので、新しいものが出てくるとどん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 上に積み重なりになって、おそらく最新のものが上になっているかと思います。それから、一番前右側はいろんなサービスメニューとかなので進捗情報があったりとかですね、なので、普段はそんなに使わないかもしれませんが、こういった構成にページはなっています。ではですね、このウイルスっていうところをちょっとクリックしていただくと、次のページのような、ちょっと違ってるかもしれないですね。さっき50って書いてありましたね、ごめんなさい。これ私最新のキャプチャー撮ってきたんですけど、こっちちょっと最新のものにするの忘れたみたいです。申し訳ないです。一件前のになってますが、例えばウイルスっていう検索する、ウイルスのところをクリックしていただくとこんな画面になります。ウイルスのところが赤くなっているのでウイルスが選ばれているなっていうのも分かりますし、上 の、 データベースのレコード一覧のすぐ下のところにウイルス×って書いてありますけど、そこでウイルスっていうのを選んであるので、×でその選択を外したりすることができるというようなことで、自分がどこにいるのかが分かるようになっています。で元に戻りたいときはいろんな条件つけてもいいんですけど、元に戻りたいときはこの全条件をリセットするってやっていただければ一番最初の画面に戻ります。で戻った画面がこれだと思うんですけれども、今ちょっととりあえずその一つレコードを見て中身どんなものかということを説明するために、まずここにちょっと主要と検索してみようということで、主要と入力してみようということでここに書いてありますので、
まあ、資料を見ていただいてもいいですし、ご自分の画面でやっていただいているので、ちょっとやってみてください。で、そうすると、ちょっともしかしたらこれ17件最新じゃないかもというちょっと不安がありますが、まあ、大体こんなような感じで出てくるかと思います。これも新しいようになっていると思うんで、その中で私はちょっと、この P ダイレクトゲノム解析データポータルというところをちょっとクリックしてもらいたいと思います。それが次の、画面になっておりますが、まあ、これがその今選ぶったところの画面で、これをどこかその、サムネイルとこの画面のちょっとしたこう表示ですね、それからあるいはそのタイトルをクリックしていただく と、オリジナルサイトへリンクするようになっています。オリジナルサイトのリンクがあるので、まあ、そのままなんかタイトルとかで分かるのであればそのまま行っていただいてそこで使っていただくということでも構わないですね。で、一方ですね、ちょっと一応私どもの方でまとめたカタログの計算内容を一応見てからにしようかなという場合であれば、この詳細へというところをクリックしていただくとカタログの計算内容がこんなふうに出てきます。で、次のページにちょっと拡大してありますけれども、画面で見ていただいた方が 4-in-1 の資料よりは見やすいかもしれないですね。カタログの掲載内容は、まあ、名称別称 URL 運用機関名とかですね、どこでやられているものか、国ですね、それから、説明、この説明文章はちょっと著作権の問題がいろいろあるので、私たちのところでウェブサイトの文言を少しずつこう取ったりとかしながら自分たちのところで基本的に作っています。から対象の生物種であるとか、どういったカテゴリーのデータが取られているかみたいなことがですね、書いてあります。あと重要なのは、ね、稼働状況なんですね。稼働状況を毎日毎日私たちはデータベースにこう行ってまして、このデータベースが本当に動いているっていうのをちゃんと見ているので、稼働しているかどうかの情報も取ってます。あとはレコードの、いつレコードが公開されたかというようなことも見れば、ある程度その、まあ、稼働状況がどうかというようなこととかも分かっていただけるので、こういった情報を揃えて書いてあるというものです。それで、また元のページに戻っていただいたらいいかなと思うんですけれども、今この真ん中のペインのところをですね、もしよかったらちょっとズルズルズルって下の方にこう、下がっていただくと、中には休止中とかいうのが出てくると思うんですよ。で、それが先ほどの稼働状況を毎日見てるって申し上げたんですけれども、稼働状況が見ていて、何日かずっと止まってる場合ですね、ああやってこう、もうこのリストに出てくるものからポンって休止中っていうふうに書くようにしています。そうしないと、やっぱりちょっとなかなかデータベース、あ、こんなデータベース良さげなのがあったとか思って行って動いてないというのは非常にショックが大きいので、それもやっぱり非常に重要な情報の一つだろうということで、このリストのところにちゃんとそれも記載するようにしていますので、まあ、後でご自分でいろいろ検索を、ご自分の興味に従って検索をしていただきながら、もしかしたら自分が今まで使ったことがなくて、こんなのあったんだみたいな発見があるかもしれませんので、ぜひ一回試していただきたいなと思います。それから先ほどちょっと言いました、そのデータがダウンロードできるっていうところなんですけど、ダウンロードのリンクここにあります。もし興味のある方はこういろんな形で使うことができますので、まあ一応こんなサービスはやってますけど、なんかこれだと見にくいから違うやり方で整理したいというのでも全然構いません。そんなに重いデータではないですので、もしよかったら中を見ていただきたいと思います。カタログの説明はこんなところなんですけれども、次のページになんか実習って一応書いてありますね。なのでちょっとこの実習を少し、5分ぐらいでできると思うんで、ちょっとやってみていただけますでしょうか。26ページですね。26ページのところを見ていただいて、123については左側にある絞り込み機能を使ってみましょうということで設定しています。で、3番、おまけのところは、まあ、今やっても別にやらなくてもいいです。Excel で開くっていうだけなので、あんまり。つながってないですか？他の方大丈夫ですか？皆さん。大丈夫ですかね？
どうでしょうか。5分経ったかな、わかんないけど、ちょっとやってみましょうか。植物のゲノムっていうのは43でしたね。こんな画面出ますか。それから、ここに地域に関しては一番下の方に日本とそれ以外っていうちょっとざっくりとしたまとめ方ですけども書いてあります。でそのうち日本国内でっていうのだから、ここをクリックしていただくといくつになるのは分かって34件ということですね。結構日本は植物強いのでね、いろんなデータベースが作られているようです。でそのうちのいくつが稼働しているかというこの稼働状況もここに稼働状況ということでまとめてあります。稼働中ですね、ここにね、公開停止中とかちょっといくつかのカテゴリーがあるんですけど、これについてもこういうふうにラベルが書くようにしてますので、例えば運用終了とかですね、これは本当にもう運用終了してしまったのでサイトがないんですよ。ないんですが、まあこんなデータが過去にはありましたということで、どこが作られたことがあるかということが分かれば有用かなということで、それでもデータベースの中には載せてありますが、まあ稼働中にクリックしていただければということで、数は24件ということでした。よろしいでしょうか、ここまで。はい、ではじゃあその次のスライドにも回答みたいなのがありますけども、そこは飛ばしていきましょう。はい、ということで、ではそのまた、主なサービスの説明に戻りますが、2つ目の複数のデータベースを横断的に検索できないかというニーズに対して DB の一括検索をご提供していますので、それについて説明をします。生命科学分野のコンテンツを対象にした検索システムで、今の、検索対象のデータベース596件日々追加してますので、もしかしたらもうすでに今日は増えているとかそういう状況があるかもしれません。で検索キーワードなんですけれども、基本的なキーワード検索なんですけれども、そのキーワードを日英の総合翻訳をかけています。でその辞書としてはまさにこの京都大学におられるですね、金子先生というのが作られているライフサイエンス辞書というものを使っていますので、その翻訳もね、ライフサイエンスに特化しないと変な翻訳したりするんですけれども、基本的にこの辞書を使ってますので、ライフサイエンスに即した、ライフサイエンスの分野に即した翻訳の仕方をされているというものです。それから、検索結果の絞り込み機能とかいろんな機能がついています。データベースのカテゴリーであるとか、いろんな絞り込み方ができるし、それから、類似キーワードを表示したりするようなそういった、機能もあります。でよくこの横断検索を例えば学会とかに行って展示会でご紹介したりとかするときにですね、 Google あるからいいですって言われるんですけれども、じゃあ Google と生命科学データベース横断検索何が違うのかということを言うと、直感的に分かるのは、Google でマウスと私たちこう実験をしているものがですね、検索したい検索するときには、パソコン買おうと思っているときは別ですけど、それ以外に欲しいのはネズミちゃんの方ですよね。でところがやっぱり普通の Google で出てくるのはこの下のマウスなんですね。これは直感的に分かることだと思うんですけども、ね、であとはですね、もう一つ Google とか Yahoo とか、いろんなその一般的な検索のエンジンなんですけれども、データベースの割とこう表層の部分のデータだけ、やっぱり取る範囲がすごい広いので、かなり表層の部分だけ使って検索を、のための情報を集めているということが普通です。なので、データベースの構造が深くなればなるほど検索の対象にはなっていませんので、ある、下の方に書いてある、情報系の先生の、学会でのご発表によるとですね、公開されているウェブの 53.2% 程度しか全体としてカバーしてないだろうということがあります。で、生命科学の、データベース、いわゆるデータベースというのは、なんかあんまりこうフラットな状態でデータが置いてなくて、かなりいろんな階層構造ができてますので、その下のところまでちゃんと検索の対象にしてやるという工夫が、データベースの横断検索にはしてありますので、そういったところで大きく違っています。つまり、左側半分で言えば意図したものと異なるというのことをないように、それからなるべく網羅的であるようにというようなことで、Google とはちょっと差別化できるような検索のシステムになります。生命科学のデータベースに特化してやってるというところももちろんあるんですけれども、で検索の対象としては一応こんなデータベースが入っています。文章とかが多いんですけれども、学会用紙とか、あと民間企業の方でよくリクエストがもともとあったのは、
その科学的な文章とその特許の文章と一緒に検索できるととっても嬉しい。特許は特許でまた別にそのディープなその森のないような非常に精緻な検索のやり方はあるんですけれども、まずざっくりとその科学的な情報とそれから特許と一緒に検索できると嬉しいっていうのがあったので、この中には特許の関連文章も入れてあります。それから、いろんなプロジェクトで出てきた、データベースも入れてあるし、それからあとですね、ゲノム遺伝子 RNA とか遺伝子発現、タンパク質、パスウェイ、相互作用といったところはですね、もちろん例えば、配列情報とかを検索できるわけではこの場合はないんですけれども、そこに必ず遺伝子についての説明文章が書いてありますので、そういったキーワードになりうるところを対象として検索がかかるようになっています。では、横断検索じゃあ行きましょうってことで、この左上のメニュー行きたいところなんですが、ちょっと最近改善はされてるんですけど、結構ですね、この40人、50人がですね、いっぺんにバッていくとですね、結構前、講習会で落ちたことがありまして、そうなることをちょっと避けたいがために、ちょっとデータを絞って、かつ分散してということで、2つテスト用の、講習会用のサイトを作ってあります。実際に手を動かして試される方はぜひこちらでちょっとやっていただければと思います。もちろん皆さんがご自分 のベンチに戻った時に本番のサイトでやっていただくのはもう全然問題ありませんので、やっていただければなんですけど、とにかく本当に集中してパッて検索いっぺんにかけるというような状況が非常に弱いシステムになってましたので、今ちょっと安全のためにこういうことをやらせていただいております。リンクは先ほどの講習会のプログラム資料のところの私の講習のところの横断検索とかって書いてあるリンクがあるんで、それのどちらかをクリックして開けておいていただければ、講習会用の検索の画面になりますので、そちらをご利用ください。はい、こういうところですね。でちょっと今これからそのフルバージョン、本番のバージョンとの説明とちょっと混ざって出てきてしまうんですけども、ちょっとご容赦ください。いろんなフルバージョンの方にはいろんな機能がつけてあるので、そういったところをご紹介していきますが、まず語句の検索の時によく便利なのが語句のサジェスト機能だと思います。これが入っています。例えば今ここインフルエンザって入れるつもりで、インフルまで入れれば、あなたの入れたかったのはインフルエンザ菌、インフルエンザウイルス、インフルエンザ菌というのがあるのかちょっとわからないですけど、というようなことでサジェストをさせてもらいますので、プルダウンで選んでいただければということがあります。それからあとちょっと検索の種類が2つありまして、かなり件数がダーッと出てきてしまうということが予想される場合は、まずヒット件数という方でこう選んでいただいて、数どんどん絞っていただいてから中身見るみたいなことができるようになっています。もちろん最初からデータベースという方に行ってもらっても構いません。データベースの方だと出てくるのがやはり Google みたいな感じで、それぞれのレコードというかエントリーというか、そういうのがバーッと羅列されるというふうになるので、たくさんあったらもうちょっと絞り込んでせめて100件ぐらいにしてみたいとかいうときにはヒット数の方でやっていただくといいというようなことで、ちょっと機能がつけてあります。あとはちょっといろんなヘルプページとかこういうのが上の端っこに書いてあるものです。またちょっとフルバージョンの画面で申し訳ないんですけども、詳細検索っていうところでちょっとアドバンストバージョンでもありまして、生物種で絞り込んだりとかですね、あとは、更新時期とか、あとは対象のデータベースも今ちょっと見にくいんですけど、これプラスプラスになっていて、ここまたプラスクリックすると中に、それぞれにカテゴリーされるデータベースのまた分類が出てきたりしますので、その中から選ぶみたいな感じで、自分がこう探そうと思っているこう範囲が分かっている場合はこちらで初めから絞り込んでいただいた方が、すぐにこう中身を見やすいような件数に落とし込んで検索ができるということもありますので、そういったいわゆる詳細検索ができるようなものも作ってはあります。でこちらも検索後日英の翻訳をオンオフできるとか、なんかいろいろね、こんな検索の検索に便利だろうと思われる機能をいろいろ盛り込んであるので、こちらもお使いいただければと思います。で、ヒット件数の方で出てくる検索結果こんな感じで、それぞれのところに何件ヒットしたかっていうのが出てきます。これも今も76,500とかいうすごい数字が出てて、これもいきなり見ようと思う人は多分いないと思うんで、
まあ、そしたらじゃあ、まあ、どこかを見るか、あるいはまたさらにその中を絞り込んでみるということもできるようになっていますので、あのプラスのところをクリックしていただくと、中でまたこうやってゲノム遺伝子 RNA という一括りの中のさらにゲノムなのか遺伝子転写産物なのか、それから多形なのかとかいうような感じでカテゴリーがまた分解されてますので、これから選ぶ。さらにまだプラスがついてますから、さらにサブカテゴリーがこうやってできるという感じになっています。もうここまでいくともう何もないですね。で、一番下まで行って何もない状態になると、それぞれのデータベースについての説明が、こういう感じで情報アイコンという形で今あの右端の方に書いてありますけれども、マウスオーバーするとそのデータベースがどんなものかということが簡単に分かるようになっています。あ、こういった情報を見たいんだよということであれば、そこに行っていただければということなんですね。はい。で、あとは、まあ、実際にじゃあその当たってるそれぞれのレコードを見たいときには、そのカテゴリーやデータベース名をクリックしていただくと、こんな感じでそれぞれのレコードが、まあ、これちょっと Google で検索結果を見るような感じですけども、こんな感じで出てくるというものです。ここにヒット数がありますね。これも、まあ、Google と似たような感じに、まあ、皆さん Google 検索とか使われているのでね、そういうのがあの画面構成にしておく方が直感的にはいいだろうということで、こういうことになっています。で、これが検索結果のスニペットで、こちらにあのいろんな関連情報、関連遺伝子ですとか、関連語句の提案、それからあとは外部リンクですね、こういったものがあの、まあ、便利な情報ということで付けてあるというような画面構成になっています。はい。で、それから上のところ、上のあの灰色のバーのところなんですけども、あそこはその検索結果をどんどん絞り込むことができるようになってまして、それ次のシートに行っていただくと、こんな感じで出るということをご紹介していますけども、まあ一番初めに7万6000件ものものがあったときにですね、ここのカテゴリーから絞り込むということを、バーの上でどんどん絞り込んでいくというようなこともできるようになっています。ちょっとね、いろいろな機能がついているので、まあちょっとなかなか自分のまあ検索のスタイルでこうやりやすいようにあのやっていただければもちろん全然構わないんですが、なんかこういろいろ機能がついているので説明するのもちょっとあっち行ったりこっち行ったり本当申し訳ないんですけども、まあ、とにかくこういった形で絞り込んで自分がこれかなと思うようなものにたどり着いていただくような、そういったシステムになっています。今ここでご紹介しているのは、今すべてのデータベースから7万6000件もあったので、まあ、統合データベースプロジェクトで絞り込んで、最後インテグバイオデータベース型、先ほどご紹介したインテグバイオデータベース型ですけど、じゃあそれの中にこのインフルエンザに関するものがどんなものがあるだろうかということで絞り込んだら、最終的に4件になっていますというものです。で、この一つ一つのレコードのこの見方っていうのは、まあ、データベース その名前とデータベースのエントリー名、それからサムネイルは画像があればなんですけど、こういったもの、それから、検索にヒットした文字列、これもよくあの検索のサービスではこういうのあると思いますけど、自分が入力したキーワードがどこに当たっているっていうのがちゃんと明確になるようになっています。で、あと URL ですね。ということで、もし行きたければ直接ここに行くことができるということになっています。さて、今ざっくりご説明をしたんですけれども、では、先ほどご紹介した、講習会用のサイトを使ってですね、次のページにある実習5、6、7、8あたりをちょっとやっていただけないでしょうか。これもまあ5分、まあ、パッパッとこう見ていくだけなので、5分あればできるかなと思いますので、ちょっとやってみてください。これは本番の方なので、これではなくて、なんかちょっと画面がはみ出ちゃうかな。画面がはみ出てますけど。
ここに絞り込み可能ですとか出てきますけど、ちょっと絞り込んでもねっていう感じではあるんですけど、まずインフルエンザの方は皆さんもう終わってますよね。どうでしょう、大丈夫ですか。インフルエンザって検索した時にこんな画面が出ますよね。そうすると、まあ、これちゃんと日英両方かかってるなっていうような状況とかお分かりいただけるかなと思います。それから外部の外部リンクのところなんですけど、このちょっと下の方になっちゃいますけど、ここで J グローバルっていうところ、ちょっと外部サービスをふって言っていただくと、なんかちょっとこれなんだろう、ちょっとわかんないですね。これはなんかハングルっぽい文字が入ってますけど、ちょっと私にはちょっとわかんない。これ本当はですね、ちょっと資料の方にも書いてあるんですけれども、本来であれば、外部サービスのところでこう検索のところに自分が入れた文字をそのままサービスの方にも入力できるっていうことをちょっとご紹介したかったんですけど、今ちょっとなんか変ですね。後半のインフルエンザはもちろん合ってるんですけども、前半のがインフルエンザになのかどうかはちょっと私によくわからない。すいません、ちょっと J グローバルの方は同じ JST の中でやってるサービスなんですけど、ちょっと別のところがやってるので、後でちょっと聞いておきたいと思います。すいません。それで難しいですね。いいですかね。じゃあ、あと P53 の方を皆さんやりましたか。どうでしょう。えい、検索、えい。こんな画面になるかと思うんですけども、ちょっとじゃあこれちょっと先がややこしいので、こっちに、スライドの方に戻りますけれども、皆さんも手元の紙の方にも書いてあるのでちょっと見ていただければと思います。今 J グローバルの本来はちょっとね、こういうふうにインフルエンザはインフルエンザっていうふうに入るようになってるはずなんですけど、ちょっと違いました。さっきから P53 の方は、こちら側に、まあ、P53 に関連する遺伝子がこうやっていっぱい表記されてますので、その中からまあ関連遺伝子の中で、例えばこんな感じにですね、この、P53 ディペンデントダメージインデュースド、ヌクレアプロテイン1って書いてありますけど、それに関するさまざまな、いろんな世界的なデータベースのリンクですね、そういったものが全部ここから見ることができるようになっています。なので、こう検索ってこうやってこう芋づる式にずる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 、こんなのがあったみたいな感じでやっていくのが割と普通だと思うんですけども、こういった感じで関連する情報にいろいろたどりやすくはなっていると思うので、ぜひご活用いただければと思います。ここまで大丈夫ですかね。こんなに皆さん検索とか普段慣れてらっしゃると思うんで、特に問題ないかと思いますが、はい。で、実はこの横断検索についてはモバイルでも使えるようになっています。なのでスマホ、タブレット、お好きなもので使いいただけるようになってますので、ぜひこちらも使ってみてください。基本的に機能は一緒なんですけれども、スマホ版ということでちょっとインターフェースなんかも若干変わった形になっております。PC をそのまま持っていけない時とかも、それはそうでもないですかね。皆さんモバイルでいろいろやられているので、でも必要な時にはこんなのもありますというご紹介でした。では、その主なサービス3つご紹介する中の3つ目に行きたいと思います。データの一括ダウンロードです。よろしいでしょうか。今47ページ、すいません、なんかちょっとね、私の プリンターの方の資料がもしかしたらこのページがダブってるかもしれないんで、ダブってますよね、多分ね。ちょっと私がその編集をミスした可能性があるので申し訳ありません。だからちょっとその次まで行きます。はい、今48ページ、49ページのところが同じページになっているかと思うんですけど、これデータの一括ダウンロードサービスというのをご説明です。今収録データベース数119件あります。それで、さまざまな形でダウンロードできるようになっているので、実際にこのデータをダウンロードするときに形式を選んでやっていただくことができます。
で、あとはデータベースについてはちゃんとあのメタデータをきっちりつけてくださいということを、そのデータをあのお預かりするときにお願いをしているので、あの揃った形でメタデータがついています。からあとデータは CC ライセンスで配布することが可能で、配布しておりまして、でその後、まあ、あのまた二次データベースとか作っていただいたときには同じように CC 表示継承ライセンスというのは、まあ、これが基本でやってます。というのはやはり、公開していただいたデータをさらにまた何か利用していただいて、それをさらに皆さんにあの還元していただくというのが基本的な目的なので、 CC 表示継承ということでまたあの公開していただきたいということで、こういうライセンスにしています。中にはちょっと違うライセンスであの提供されているものもありますけども、基本はこのデータあの CC ライセンスになっています。で中身ですが、データベースに関しては、まあ、ゲノム遺伝子、ゲノム関係からタンパク関係から化合物、まあ、ちょっと文献とかもあり、から、まあ、カタログなんかは基本的に私たちのところでやってるサービスとかそういったものが中心になりますけれども、こういったものがあります。で、基本的には日本の中でやられたプロジェクトを、そのプロジェクトがまあ終了するとか、まあ、そのプロジェクト途中であっても帰宅していただける先生からお預かりしているとか、私たちのプロジェクトの中でやってる作られているデータベースをここで一括ダウンロードできるようにするとか、そういった形でご提供しているものになります。でデータベースアーカイブの入り口、この左上の3つ目の、リンクになります。これこちらをクリックしていただくと、こういったトップページが出てまいります。はい、ですね、ここいくつか機能があります。まずはここです。表中の項目で検索するということで、今こうちょっとまず画面が下切れてますけれども、ここずっと今119件ぐらいなので、今はまだあのバーッと見られるようになってますが、ここの中に例えば、まあ、データベースの名前ですとか、簡単な要約ですとかね、あとまあカテゴリーとかいろいろ書いてありますけれども、この表の中に書いてあるようなあの項目で検索することができるのがここの一覧内検索というものになります。で、なんか一覧で検索して出てきた結果をですね、いろんなその、項目でソートできるようになっています。例えば、まあ、名前とかデータベースの運用場所の名前でソートしていただくと、同じ組織のものがバーンと集まってきたりとかですね、そういったことになります。あとはデータベースのカテゴリーとかですね、生物種とかそういったもので検索ソートできるようになっていますので、データを見やすく並べ替えることができます。それから、すみません、ちょっと私がこうちょっと今皆さんの資料ここ123ってなってると思うんですけど、私ちょっとリナンバーをするのをそちらだけちょっと忘れちゃったんで書き換えてください。今123で多分なってると思うんで、そこを345に直してください。ちょっと次のページにつながって345になるので、そこのとこ345に直していただきたいんですけれども、最近ちょっと新たに付け加わった機能で、こちらのところに、アーカイブに搭載されているこの、データベースの中から、一部にこの簡易検索っていうのがついてるんですけども、この簡易検索ができるようになっているデータに関しては、一括検索、先ほどのオーダー検索ですね、あれと同じようなことができるというような機能が加わっています。それが一番右上にあるボックスに。それからその下に書いてある相動性検索ですね、これは皆さんおなじみのブラストですね、ブラストによる検索ができるようになっています。で、最後が画像検索なんですけども、まあ、これは画像を含むデータベースの中を、まあ、キーワード検索できるというものでして、それについてのちょっと簡単な画面が、次のページに書いてありますけれども、まあ、こちらはまあ検索普通の、まあ、先ほどのオーダー検索に近い形で、例えば今ここにプロテアーゼと入れてみました。プロテアーゼと入れたら18万件も出てきちゃったんですけれども、まあ、この中から、検索キーワードにさらに追加していて絞り込んでいただいたりすることができますので、そういった形で、目的とするレコードを持っているデータベースは何かというような形で、調べていただくことができるというものです。から、4のところはもちろん皆さんおなじみのブラストで、これはブラストの仕組みを、私どものセンターの中に作ってありますね。まあ簡易的なブラストですけれども、
下のところに、またちょっとここ画面切れてますが、データベースを選ぶ画面もあります。なので、まあ、ブラストにかけられる対象のデータベースが何であって、それについてどれを自分を選ぼうというのをチェックボックスで選ぶことができますので、まあ絞り込んでやっていただくこともできます。それから5のところですね、イメージサーチと書いてあるんですけれども、私これちょっとフラワーと入れてみました。フラワーとキーワードで検索した結果が今ここに出ています。それでこれで出ている結果は何かって言いますと、例えばそれこそ花の写真が出ていて、まあ、それをデータベースの中に入れてあるようなものがあれば、それがそのまま出てきていますし、上のところが出てちょっと見にくいんで、後でもし興味がある方はフラワーって入れていただければいいんですけど、何かの文章のところになんかこう構造のなんか、式みたいなのが入ってるんですね。それは画像として入っているので、これが画像検索の中で引っかかっているんですけども、一応フラワーというとこんなことが出てきます。あそこにフラワーって入れた中に下にこうサジェスト機能も出ているのが分かると思います。なんかフラワーに関係した言葉がああいう形でサジェストされる部分もあるらしくできてますので、皆さんいろんなキーワードもし画像に何かご興味のある方があれば、こちらの機能をご利用いただければと思います。それで、まあ、こんな機能があるよということでご紹介しましたが、あと次はですね、そのデータベースアーカイブの検索機能1、こちらですね、ここですね、この標柱の項目で検索ということをちょっと実際にどんなものがあるかっていうのをやってみたいと思います。ここは皆さんと一緒にやって大丈夫だと思うんでいきます。はい、まずアーカイブデータベースの、トップ画面を開けていただいて、その一覧内検索というところに OpenTGGIS って入れるつもりでやっていただくと、多分 OPE っていうところまで行くともうこの画面になっていると思います。どうでしょうか。いきましたかね。この OpenTG 技術っていうのは、昔の名称で申し訳ないんですけど、医薬基盤研究所さん、大阪のある医薬基盤研究所さんで作られた、トキシコゲノミクスプロジェクトのデータベースになります。これがありますので、これまず、その一番下に OpenTG 技術のデータベースあるんですけれども、まずこのデータベースの使い方としてはですね、一番右側にある利用許諾というところを確認していただきたいと思います。そうするとこんなページが出てきます。全てのデータベースに、それぞれのデータベースについてどういう利用許諾かということをちゃんと書いてありますし、それからここ見に来ないとですね、実はクレジット書くときにどう書いていいのかっていうのが分かんないと結局使えないので、ここに書いてありますようにトキシコゲノミクスプロジェクトとかこう、うんうんって書いてあるんですが、こういうことで、こういうふうにクレジット書いてねみたいなことが具体的に書いてありますので、もしこのデータベースを引用されて何かされるときには必ずここを見てクレジットをつけるというようなことをやっていただきたいと思います。はい、ここですね。それで元のじゃあその3件出てる画面に戻っていただいて、ここのサムネイルとか、データベースの名称ですね、ここをクリックしていただくと今度はデータベースの説明を確認することができます。そのページがこれです。このページは、アーカイブのデータベースの中で作っているものなんですけれども、まあ、ここにはそのデータベースの名称ですとか、誰が作ったとかですね、まあ、連絡先、それから、対象となっているものとか、どういったものかといった説明とかですね、そういったものは書いてあります。で、基本的に先ほどの CC 表示継承ということを持っていただければ、直接こちらにご連絡いただく必要は全くないんですけれども、それ以外の使い方したいときに、やはり連絡先ないと困ると思うので、ここに一応書いてありますので、必要であればここのコンタクト先に連絡をしていただければということで載せてあります。はい、それでじゃあまた戻っていただいて、じゃあ実際にデータをダウンロードするやり方なんですけれども、データベースそれぞれによって、まあ、ダウンロードの中にどんなものが置いてあるかというのがいろいろ違うので、あくまで OpenTGGIS の例なんですが、このダウンロードというのをクリックしていただくと、こういった画面になります。OpenTGGIS の場合は本当にかなりいろいろな種類のデータがありますので、かなりリストも、まあ、13項目もある大きなものになっています。真ん中のここはですね、それぞれの13個あるその
それぞれのデータベースを、まあ、ZIP 形式で丸ごとダウンロードできるものになっておりますし、からこちらはですね、データの中身をちょっと検索してから必要な部分だけダウンロードしたいというような時に使える場所になっています。これの一番下のところをちょっとクリックしてみてください。どうでしょうか、皆さん、ここまでは大丈夫ですかね。資料にも同じこと書いてあるんで、分からなくなったら手を挙げていただいてもいいです。資料を見ていただいても大丈夫です。大丈夫ですか。これで検索ダウンロード一番下のところをクリックしていただくと、こういった画面が出てきてると思うんですけど、今ちょっとここはですね、その次にやることをもうすでに入れてあるんですね。先ほど OpenTGS の その実習の課題のところに間開いっていうのを見えますよって書いてあったんですけど、ハイパートロフィーって言葉を入れて、そのハイパートロフィーがどこのところに書いてあるものかっていうことを指定してサーチをかけるということの結果がこれになっています。で見ていただくと、大丈夫ですかね、ここのファインディングタイプっていう情報が入っているところが全部ハイパートロフィーっていうふうになっていると思います。こういったものですね。でこうやって絞り込んだ結果をダウンロードすることもできるし、じゃあ元のデータ戻って全データをダウンロードするってこともできるというようないろんな機能がここにもついています。ということで、まあ、この表に入っているこのデータは表としてはここでダウンロードがもうできるんですけれども、じゃああとは最後にその間期台の画像を見てみましょうということで、実習10へなんですけど、ここへ先ほどのところちょっとここをクリックしていただくとこんなのが出てきて、最終的にまあその1個の情報のところにあるくっついている画像の情報がここに出てきます。でこれですね、ちょっとフルサイズビューとか、フルサイズビューもダウンロードはですね、ちょっと別のビューアーがいるので、まあ、ちょっともし興味のある方は後でこんなのがあるなってことで、どのトキシコロジーとかの方にご興味のある方はこちら後でもう一回じっくり眺めていただければと思うんですけども、ちょっとダウンロード画像のような専用ソフトが必要なので、今はちょっとやってもダウンロードするだけになっちゃうと思うんで、あんまり面白くないと思います。むしろこのサムネイルをクリックしてやっていただくと、そこがちょっとだけパンと大きくなるんで、それでちょっとだけこう見て詳しい画像が見られるかなというようなことになってますので、試してみてください。ただですね、今ご紹介したのは、あくまで OpenTGS の例で、その中に入っているデータによっていろいろそのデータベースごとにやれることがいろいろ変わってきますんで、あくまで OpenTGS の例でお示ししましたけど、まあ、こんな使い方がそれぞれできますよというご紹介でした。ここまでいいでしょうか。はい、それでデータベースアーカイブについてはサービス始めた頃からですね、なんかどのデータがどのぐらい使われてるか知りたいっていう声がなぜかすごい多いんですよね。それで初めはこういうの出してなかったんですけど、ついに割とここ2年ぐらいかな、出し始めまして、利用状況っていうのを出してます。でそれを見るとですね、最近はずっと OpenTGS 関係がトップを走っていたんですけど、最近チップアトラスっていうのを皆さんご存知ですかね。チップセックっていう実験の参照データベースみたいなものなんですけど、これちょっと最近は上に来ています。まあ、発言解析の参照データになるのでということで、こういったものがあるんですけれども、このあたりが結構いつもランキングが上というようなもので、皆さん興味があるのはこういうものなんだなということが分かるということでした。はい、利用状況ここですね。はい、ということでいろいろもしかしたら使えそうなデータもあるのでダウンロードをしてどんどん使っていただきたいと思うんですけれども、実はこのデータベースアーカイブはやはり皆さんからのデータを預かるという機能も一方で持っておりまして、何らかのプロジェクトとかで作られたデータでですね、皆さんに公開して使ってもらっていいよというものがあったら、ぜひこちらにこの下の DB アーカイブ @BioScienceDBC.jp までご相談くださいということで、これはぜひ行ってくれと担当者から言われておりますので皆さんに宣伝しておきたいと思います。私どものところで基本的に預かってその公開するというようなことを長期的にやりますので、皆さんにあまりお手間をかけずにできると思いますので、ぜひご検討いただければと思います。詳細はこちらもということでお願いします。
はい。じゃああともう一つサービス、画面に載ってるサービスもう一つ紹介したいと思うんですけれども、人に関する研究をされている方ってこの中でどのぐらいいらっしゃいますかね。医学系の方とか、あ、そんなに多くないですね。はい。ちょっと。まあ、今までやってきたようなサービスって、まあ、いろんな生物種のデータが入ってるんですけれども、まあ、人に関しても、まあ、データのこの預かって公開するとかね、そういったことも私たちのもやっていかなきゃいけないということでサービス一つやってます。ただ人のデータってまあ皆さんご存知のように倫理的な問題、倫理的な配慮っていうのが非常に必要で、そのために今までのサービスは基本的に全部登録とか何もいらないんですけれども、これに関しては、データを預けていただくとき、それから逆にデータをそこから利用していただくとき、何らかの審査というのもので、ちょっと経路の変わったものなんですけれども、まあ、アクセス制限がそういった意味で必要な人に関するデータをこうやって収集、公開する仕組みがありますので、ちょっとだけご紹介したいと思います。NBDC 人データベースということで、今ご紹介した3つのデータのデータベースサービスのすぐ下に置いてあります。このサイトに行っていただければ、なんかいろいろ書いてありますので、見ていただければ、詳しいことは分かります。まあ、基本的には、その人に関するあらゆるデータを対象として、まあ、預けたいという申し出があれば、審査をして受けるということになっています。で、匿名化された情報だけです。で、どういったデータをどんな先生が提供しているというようなことが分かれば、まあ、その後、もしそれからさらに広がったより詳細な情報が必要な場合は、まあ、共同研究していただく必要があります。こういった公的データベースを介して、あまり機微な情報まではやり取りできませんので、まあ、そういった意味のカタログ的な位置づけでもあるというような形で運用しています。で、そのデータ提供、利用に関する審査は全て NBDC が実施しておりますので、あまり皆さんにお手間をおかけすることなく、提供、利用をしていただけるということです。で、このデータベースを運用するにあたっては、例えば今ちょうど問題になっている個人情報保護法とかですね、あとはゲノム指針とか医学研究に関する指針とかいろんな指針がありまして、そういったものに対応していく必要があるんですけど、今ちょうどまさに今ドラスティックに変わっているところなんですが、それに対しても柔軟に対応して、まあ、指針にもちろん違反になるようなことがないようにやっていくということでやっております。今公開データ数が非制限公開で、こっちは自由にお使いいただける部分ですけど11件ありますし、制限公開、こちらが審査が必要の方ですけど、利用に対して審査が必要の方ですけど30件ほどございます。データの分類はまあこんな感じになっています。で、非制限公開の方はもうウェブサイトからダウンロードできますので、これはリストにあって、あ、こんなの使えそうと思ったら取っていただければいいんですが、基本的に統計値とかなので、あまり個人ごとのデータとかにはなっていません。そういうのは制限公開でになっています。今リクエストが非常に多いのは、論文に掲載するんで人に関するデータをどっかに登録しなきゃいけないんだけど受けてもらえますかっていうのがあるんで、割とそういうニーズが多いですね。それからもう一つはプロジェクトでこういうとこに入れなさいということが言われてるのがあって、そういうデータが登録されています。ただ登録件数自体はそんなに多くないので、後でウェブサイトでご興味のある方はずらずらとリストを見ていただければと思います。一応データのガイドラインとかきっちり作ってありますので、こういうルール提供したい、あるいは利用したいところがおありでしたらば、こういったところをご覧いただければと思うんですけれども、まあ、インフォームドコンセントできちんと提供するよということを謳っていただく必要がありますので、そのあたりはきっちりやっていただく必要があるんですけれども、データを提供いただくと、そこに対して ID を付与しています。これが論文とかに使えるということで、皆さん預けていただけているような状況です。で、利用に関しても、まあ、申請していただく必要がある、こちらの方だけですね、制限公開データの方だけ利用申請をしていただく必要があるので、これをしていただければ、アクセスを承認しますけれども、まあ、利用状況をちゃんと報告していただくという義務も生じますので、そのあたりはご了承いただきたいと思います。利用に際して、まあ、私どものデータベースのところでもちろんちゃんとやってるんですけども、利用に際してこういったセキュリティちゃんとしてくださいねといろんな要件もチェックリストなどで確認していただくようにしてますので、その辺りも利用に必要な場合はご覧いただければと思います。特にセキュリティに関してハイレベルのセキュリティを求めるというようなケースも中にはあります。今のところまだ
条件的にはないんですけれども、入室管理ですね、あの指紋認証とかそういったものを含めてちゃんと入室管理ができるようなところで扱ってくれないと困るというようなことをインフォームドコンセントで謳われている場合はこういうことが必要になる場合が利用に際して必要になる場合がありますのでご了承いただければと思います。こちらご興味のある方詳細はウェブサイトでご覧いただいて必要があればお問い合わせいただければと思いますので簡単にご紹介します。最後にですね、その他のサービス例ということでちょっと人気のサービスを皆さんにお役立ちのサービスかなと思うところをご紹介して終わりたいと思うんですけれども、そのサービス群はここにあります。ちょっと右側っていうか真ん中っていうかそこの一番上のところにありますので先ほどのウェブサイトのところを開いておいてみてください。でご紹介準備していきますので、見ていただければと思います。まずこの統合テレビっていうのに行きたいと思います。統合テレビクリックしてください、統合テレビそのもの、あのアンケートを事前に取らせていただいてですね、統合テレビ知らないっていう人が結構いらしたんで、ぜひこれは覚えて帰っていただくといいなと思ってちょっと詳しめに説明します。データベースやツールの使い方、講演、こういった講演もですね、実は後でこれで公開しますけども動画で配信するものです。で動画数すでに1000本以上あります。で、データベースやツールの使い方はウェブ画面のところにここに何を入力とかですね、なんかこれはこういう意味とか、なんか全部こう吹き出しによって日本語で解説がされています。講演動画の方は基本的にはその講演をダラダラ流すになってしまうんで、例えば今撮ってる動画を基本そのまま流すだけなんですけれども、特に DB やツールの使い方に関しては、3分とか5分とか短いものではそのぐらいのものからありますので、簡単に見ていただくことができると思います。で、YouTube からも全部視聴可能にしてありますので、むしろこの統合テレビだってことを知らずにですね、なんかこうツール名とかデータベース名とか検索したらなんか変な動画あったみたいな、そんな感じで結構見ていただいた方も多いようです。で、本日紹介したいろんなカタログとかも、ちょっとバージョン古いものもあるんですけど紹介をしていますので見ていただければと思います。トップページこんな感じになってます。左側にいろんな目的別に検索とかタグから検索とかいろんな分類できる機能がありますけれども、今日の講習会の動画も後ほど告知からこちらからアップされますので、見直したい方はこちらで見ていただく、あるいは先ほどの資料置き場とかですね、あの辺のところからもリンクちゃんと貼りますんで後から見ていただくことができます。それで、キーワード検索ができます。ここに書いてあります。全番組のリストから調べたい DB やウェブツールに関するキーワードで検索、全1130件、今1130件だそうですありますので、ここで検索をしていただければいいですし、あるいは関連するタグから検索、こちらの方が多分分野が絞られている人はそれの方がいいのかなと思うんですけど、例えばゲノムに関する動画何があるのっていうことを見るんだったら、127件なんでザラザラザラって見てもいいかもしれませんね、というような感じで、こちらの左側の機能を使っていただいて調べていただくこともできます。ツール名、データベース名なんか入れていただくとなんか出てくるかと思うんで、もしもですね、もしも自分すごくこれ使ってるのにここにないのはおかしいんじゃないというふうに思ったらですね、一番右側の上のところですね、ここにお問い合わせ、あとリクエストっていうのがあるんですけど、ここにリクエストを送っていただくと私の方で調査したりとかですね、いろいろそれを知ってる人がどれぐらい何ていうか、私たちの中で作る方の人間でちゃんとその動画に仕立て上げるのに十分な知識がない場合もあるのでちょっと時間もかかるかもしれないんですけれども、なるべく頑張ってここでリクエストにお答えしていきたいと思いますので、ぜひぜひこちらでやってください。これはね、ぜひ使っていただくと便利かなと思うのところがあります。なんか基本的なツールの使い方とかもかなり入ってますので、例えばラボに後輩入ってきた、何か教えなきゃいけないという時にここ見とけみたいな感じで使っていただくというのが、割とそれが本来的な使い方なのでぜひご活用いただければと思います。それから先ほどの3つのサービスメニューの中の1つですが、ライフサイエンス新着論文レビューというものがあります。新着論文レビュー、これはですね、これは知ってる人、
結構あでもちらほらちらほらな感じですね。ありがとうございます。まあ、ご存知の方には見たことなんですけども、これ日本語による英語論文の解説記事になってます。で、ネイチャーとかサイエンスとかいわゆるトップジャーナルに日本人の人がファーストオーサーになって書いた論文を見つけるとですね、すぐさまそのファーストオーサーにお願いをして、その論文の背景も含めた形でレビューを書いてくださいってお願いをします。で基本的に、書き下ろしそれなので、一番下に書いてありますけども、文章とか図の再利用が可能な形にしていただいてます。っていうのはご存知だと思うんですけど、例えばネイチャーとかサイエンスとかで自分で論文書いた時にそこに出した図とか自分で使えないんですよ。なのでそれはあまりにおかしいだろうし、みんなの利益にはならないということで、ここに書いていただくものに関しては著者の方にお願いをして文章や図を再利用することが可能なようなことにしていただいてます。図も荒々の図は書いていただくにしよう、私たちのことでトレースし直したりしますので、そういった意味でも、CC BY の表示だけで使っていただくことができるようになっています。今公開数がもう970本以上ありますし、どんな雑誌に出たものかというような分類とかもありますので見ていただければと思いますが、ファーストウォーサーズというこんなページのところで、皆さんクリックしていけました？それの、右側のところのちょっと下の方、今これ画面切れてますけど、右側のところの下の方にザーっていただくと、まあ、分類とかそのどんな雑誌に出たものとか、まあ、もちろんその、右上のところで検索とかもできますので、そういった形で自分の目的とするようなものに行っていただければと思います。これはね、結構ラボでいろんな論文紹介とかしなきゃいけない時の、まあ、裏で勉強するネタにしていただいてもいいかなとは思いますので、まあ、そうやってね、とにかく皆さんがこういろんな知識をどんどん得るためになるべく楽な方法を取っていただければいいと思うので、これそういう形で使っていただいても私たちとしては全く問題ないです。ラボの中ではどうだかわからないですけど、文章としてはこんな形にまとめたら、まあ、レビューなんで論文形式になってますけれども、右下にありますようにこういった図、ちょっと写真についてはあれですが、写真はもうご提供いただくしかないんですけども、図に関してはこちらで書き直したりもしています。はい、こういったものです。でこれとちょっと似たようなものなんですけども、ライフサイエンス領域融合レビューというものがあります。こちらの概要なんですが、今これ現在55本なんです。向こうはですね、先ほどのやつはもういわゆるトップジャーナルに出たらもうすぐお願いしてみたいな感じで、結構本当日々なんか鵜の目高の目で担当者が探しているような感じでどんどんお願いしてるんですけども、こちらはちょっともうちょっと大きなある学問分野とか領域を対象にした日本語のレビューになってますので、ちょっとやっぱり本数としては少ないですが、その分こうちょっと包括的な感じでご紹介をしているものです。で分子生物学会ですとか、タンパク質科学会、細胞生物学会、植物生理学会さんにご協力をいただいて、その学会で、まあ、ある分野でご専門の先生でこういったレビューを書いていただける先生にお願いをしていただくということで、書いていただいております。こちらも文章や図の再利用が可能ということで、CC BY という表示をつけていただければ、いろんなところで使っていただいて構いません。例えばご自分の学会発表の時のいろんなその分野の前提のご障害ですとか、そういったことに使いいただいても全く問題ないと思っています。こちらはリーディングオーサーズという英語名称でやっておりますけれども、PDF 版をダウンロードすることもできますので、それこそまたタブレットとかそういうところになんかこれを落とし込んでね、時間のある移動時間とかに読むとか、そういったこともできるようになっています。こんな感じでPDF 版もあります。こんなサービスをご紹介をしています。結構これは分野に限らずジェネラルに使うものがいろいろ入ってるかと思うので、ぜひ検索していただいて使っていただければなと思います。もう私の講習時があと10分ぐらいなんですけれども、最後にちょっと簡単に、終わりにということでご紹介したいことがいくつかあります。今までご紹介してきたいろいろなサービスなんですけれども、私ども JST のバイオサイエンスデータベースセンターというのは文科省の機関にあります。科学技術振興機構というのは文科省の機関なんですね。
なんですが、統合データベースとか、まあ、そのデータベース統合に関していろんな活動をして今までしてきた、省庁としては、例えば経産省さんも、産総研の 今の名前は創薬分子プロファイル研究センターというところですけども、そこも、今までいろいろなデータベースを作られてきて、メダルズというサイトを作られてきていました。それから、厚労省関係では、今日も参加者の中にいらっしゃるんですけども、医薬基盤研さん、元の医薬基盤研さん、今は医薬基盤健康栄養研究所という名前になっておりますけれども、こちらのですね、でも厚労省の管轄のデータといいますと、例えば、カルテとかそういうのがいきなり公開できるというわけではないですけども、基礎研究部門でいろいろ公開されているものとかもありますので、そういったものを中心に公開をするということで、統合データベースの活動があります。あと農水省もですね、やはりいろんな生物に関する作物や動物ですね、そういったものに関するデータもたくさん持ってらっしゃるので、そういったところからもデータが出てきます。なので私たち一応JSTU バイオサイエンスデータベースセンターが割と取りまとめ的な形ではやってますけれども、一応この4章でもっていろんな出てきているデータを、先ほど来ご紹介しているいろんなサービスの上で、実際はご覧いただけるような形にご提供しているというような状況です。で、こんなふうにもうかなりの年数いろんな統合データベースの活動をしてきてるんですけれども、データ共有に対してまだまだ我が国には課題があるということで、なんか最後こんな話で申し訳ないんですけど、ちょっとお話をさせてください。データ共有に関する国レベルのルールとかガイドラインはちょっと欠如してるっていうのは実はまだ現実です。それ、なのでなかなか実際にそのデータベースをご自分からこうどんどん出していきましょうという形になかなかならないというのがあります。それから、先ほど人に関するデータベースの共有というデータの共有ということで、人データベースのご紹介をしたんですけれども、そういった機微な情報をデータベース化して、公開していくというようなところも、また国レベルのルールがなかなか、まだできていないんです。今その先ほどもちょっとお話した個人情報保護法とか、そういうのがゲノム指針の上の法律っていう位置づけになるんですけれども、そういったところが今度改正になって、それに従ってまたそのゲノム指針とかも変わっていくということで、一応その、いろんな配慮がされてきてはいるんですけれども、なかなかゲノムデータを共有する側というこういう活動をしている側から見ると、なかなかちょっとこれだと難しいなと思うようなところが結構あったりはします。あとそれから先ほどちらっと言いました NCBI とかそういったセンターとは、私たちのセンターはとても比べべくもない圧倒的な人員予算不足なので、この限られた中でどうやって何を中心的にやっていくかというのことが日々私たちの悩みでもあります。なので、データベースをこうキープしていくためにいろんな、持続可能な体制とか予算を確保するとかいろんなことやっていかなきゃいけないんですけれども、それもやっぱり省庁の人から見ると、じゃあこういうデータベースあなたたち作ってるけどそれみんな使われてるのとかいうのが一番実は大きなことなので、ぜひ皆さんに今日ご紹介した中でもちろん使えるものでいいですよ、使えるものがあったらぜひいろいろ使っていただいて、またフィードバックとかもいただければ私たちのより良いものにしていけると思うので、ぜひ皆様からもご意見もいただければなと思っているところです。はい、以上ここまでが私のご紹介する内容になります。